鈴木喜一郎作家日記 <coughs>。今日のテーマは、ジャンルごとに教え方の違いはあるのかえっと、今日はマシュマロに寄せられた質問です。どのジャンルの小説,小説でも日本語力や作者の伝えたいことを伝える力は共通して必要だと思いますが、 その先のジャンルごとに違う部分があると思います。ラノベ志向の人向けにはこういうアドバイスをすることが多い。ミステリー志望の人向けにはこういうアドバイスをすることが多い。時代物志望の人向けにはこういうアドバイスをすることが多い。といった違いがありますでしょうかそれとも、 ジャンルごとの違いは気にせず共通部分に絞ってアドバイスされますか ?YouTube で拝見しているとほぼ全ジャンルの作家志望を受け入れているようなので、よく読もう受け入れ、あの、YouTube だけじゃなくてさ、あの、概要欄の実績も見てね、あの、 受け入れてるだけじゃなくて、あの、そこから出てるからま、あいいや。そんなに幅広い志望者にどうやってアドバイスをしているのか不思議に思い、質問させていただきました。以上、ご回答いただけると幸いです。お答えします。ね、えっと、こう、ジャンルごとに違う部分があるっていうふうに、その、お 考えておられるみたいですけど、その考え間違いです。<laughs> ジャンルごとにやることっていうのは、本当にごく枝葉のことで、基本的なことっていうのは、ほぼ一緒です。つまり、第一に日本語で書く。そして、第二に著者が伝えたいことを明確にする。そして、取材をしっかりやるっていうことです。えー ジャンルごとに若干の傾向みたいなものはないわけではないです。ラノベですとかファンタジーですとか人文学を書く人というのは背景だとか人物のしあの、そういったことの調べ物ね、取材をするのがめんどくさいからこのジャンルにしたっていう、そういう人は、まあそういう人が多いという傾向はあります。 これはまあ、取材をしっかりやりましょうねっていう話はします。ミステリーの場合だと、まあストーリーが二点三点して結局さ、ストーリーわかんなくなるよねっていう,うー、まあそういう傾向がないわけではない。で、その時に、つまりさ、著者は何、この作品で何伝えたいのっていうことをはっきりさせるっていう、まあそうやれば、あ、クリアする問題。 だったりします。で、歴史小説の場合、えっと、この質問された方は、歴史小説時代小説の区別がつかない、いついておられないようなので、申し上げるんですけど、歴史小説の場合だと、こう、うん、調べたものを羅列して、その、うん、著者が伝えたいことが散漫になるっていうことが結構あります。 こういう時には著者が伝えたいこと、何が伝えたいかっていうことを把握しましょうねっていうことです。つまり、どのジャンルでも結局ところのところ、固形ところは同じで、直すところは同じなので、ということです。で、この質問者さん、マシュマロに寄せられた方、すごく大事なこと、大事なことなんですけど、 ジャンルというものにこだわりすぎて小説の根本的なところを見誤ってます。ジャンルというのはあくまでもこういうことをどういう、なぜそのジャンルにしたのかっていうことは、その、あくまでも枝葉のものです。根本的にその、何が著者伝えたくて、 で、そのためにはどんな取材をしなきゃいけないか。まあ、そのことを考えるということは重要です。それはもうどのジャンルでも同じ。ただし、ジャンルごとに取材しなきゃいけないものが違うよね。という、そのことだけです。というところで、今日の鈴木基一郎作家の以上です。ではではでは。